仮面ライダー仮面ライダー仮面ライダーザムービー長電王トリロジーは東映系で公開された特撮テレビドラマシリーズ仮面ライダーシリーズの仮面ライダー電王の劇場版三部作の総称キャッチコピーは時空を超えて愛のための戦いさよなら相棒戦いの先にあるものとは世界を超えた華麗にお宝コンプリート 仮面ライダー電王の劇場版新シリーズ、超電王シリーズ第2弾。同時に、仮面ライダーシリーズ初の3作品、連続公開作品でもある。電王シリーズを通しての主人公である、野上良太郎、仮面ライダー電王と桃太郎、浦太郎、金太郎、龍太郎たち4人のイマジンが、他のライダーと関わり、交流する姿が描かれる。桜井育くと、 仮面、ライダーゼロノスをゲスト主人公とする、レッド、野上幸太郎、仮面ライダーニューデンウをゲスト主人公とする、ブルー、カイト大輝、仮面、ライダーディエンドをゲスト主人公とする、イエローと、3人の仮面ライダーがそれぞれ、デンーと共に活躍するエピソード3本が2010年5月22日、6月5日、6月19日と、順に公開。 本作品は上記の3人を中心とした3作品であるため、仮面ライダー電王と仮面ライダーディケードのスピンオフ作品とも呼べる内容になっている。レッドはテレビシリーズとしての電王のこれから、ブルーは劇場版シリーズとしての電王のこれから、イエローは仮面ライダーシリーズとしての電王のこれから、 の面白さを凝縮した作品として制作したという意図が公式サイトで明かされている。ブルーではニューデンオに新武器、イエローでは従来の劇場版と同様に劇場版限定ライダーや劇場版限定の初登場ホームが登場する。ブルーで上原美久を演じた高山優子は後の仮面ライダーウィザードにおいてダイモン・リンコ役でレギュラー出演を果たした。 入場者特典として全国50万名に劇場オリジナルガンバライドカードがプレゼントされた。また各チケット半券計3枚をハガキに貼り付けて応募することで特製モモタロスボイスカードを抽選でプレゼントするトリロジー達成キャンペーンも行われた。新宿バルトナインタ全国209スクリーンで公開され、 映画第一弾は2010年5月22.23日の初日2日間で、公衆2億3251万3850円、動員19万9381人を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第2位を獲得し、電王前作、超電王との2日間動員対比は136.9%となった。映画、 第2弾は2010年6月5.6日の初日2日間で、公酬1億9434万350円、動員16万6146人を記録し初登場第2位を獲得した。映画第3弾は2010年6月19.20日の初日2日間で、公酬2億86万2500円。 動員17万5702人を記録し初登場第2位を獲得し、3部作の累計成績は、公衆4億7000万円、動員90万7706人を記録した。また映画第3弾は、ピア初日満足度ランキングで、満足度90.5点を記録し、第1位になるなど、子供のみならず大人のライダーファンからも好評を得ている。主人公である、 野上良太郎は、前作の、超、電王で起きた、時間の歪みの影響で少年の姿になってしまい、事件を解決しても元に戻っていないままだが、姉の愛理は、テレビシリーズの最終話で、字の列車に関する記憶を取り戻して、それを認知して受けている。イエローの終盤では、ケイドの光写真館が登場したが、大樹以外のディケイドの主要人物は登場しない。イエローに登場。 黒崎レイジがイブのオーラをフリーエネルギーに変換して変身する時間警察の電王。電化面はパトライトを模している。手足やスーツのデザインは従来の電王系ライダーのものにアレンジが加えられている。レイジが変身すると拡声器を通したような音声になる。胸部に仕込まれたイブの解析によって敵の動きを先読みし無駄のない的確な戦闘を行う。 その一方で一体の相手に集中するあまり、連携攻撃には弱い。また手をかざすことで強力なバリアを展開でき、ディエンドのディメンションシュートやデンオーアックスフォームのダイナミックチョップ、デンオーソードフォームのエクストリームスラッシュを防いだ。他のライダーとは異なり時の列車を使用せず、ワープする形で自由に時間を行き来できる。終盤では暴走したイブがスーツを乗っ取って変身した。 G 電王も、変身時には一瞬プラットフォームに相当する形態が、出現するが、この状態での戦闘は行わない。3作すべてに出演制の出演性の出演性の、出演スー,ースーツアクタースーツアクタースーツアクターイマジン、アニメ3発売に先駆け、各本編終了後に上映されたフラッシュ風、短編アニメで、パンフレットにも4コマ漫画、イマジンアニメ3への道が掲載された。 劇場公開時は特に表題はなかった。基本的に次に公開される作品について触れて次回公開の作品の予告を行うが、イエローのみ、W の劇場を2作目、運命のガイアメモリの予告に変更されている。本作品以降、平成仮面ライダーシリーズの春公開の劇場版はディレクターズカット版が発売されていない。ありがとうございます。